渋谷クロス FM バイス、バイス。5月9日水曜日、時刻は15時午後3時を回りました。毎月第2水曜日、このお時間は渋谷防災カフェをお届けいたします。パーソナリティは私佐藤優美と、はい、危機管理アドバイザー早川はじめです。はい、よろしくお願いいたします。1ヶ月ぶりですね。そうですね、まあ、1ヶ月に一度の番組なんですけれども、どうでしたか、はい、この前回の放送から1ヶ月間。そうですね、バタバタしていた1ヶ月だったかなと思います。まあ、ゴールデンウィークもあるんですけど、ありましたね。終わっちゃいましたけれども、終わっちゃいましたね。はい、どうでしたか、まずゴールデンウィークは。ゴールデンウィークはまあ仕事もしつつ、実家に帰りながら仕事してっていう感じで。あ、はい、素晴らしい、充実してました。充実してます。早川さんはどうでしたか。あ、僕はまあなんか仕事ばっかりで結構忙しかったかなっていう、はい、あ、もう相変わらずお忙しい感じなんですね。ゴールデンウィークあんま関係なかったですね。あ、そうだったんですね。はい、ニュースでいろんなところに皆さん海外に行かれてるようでしたけど、はい、そうですよね、羨ましい、うん、ね、リア充っていうのは遠かったですね。そういえばその放送、前回は4月9日が初回の放送ということだったんですけれども、はい、先月の4月14日で熊本地震から2年経ちましたね。そうですね、まあ、2年目を迎えるにあたって、はい、まあ、熊本ではまだまだ辛い人たちがたくさんいるかなというところなんですが、やはり僕は熊本地震の時に現地入りしたんです、はいはい、で1週間ぐらいしてからかな、本震の後に入って、はい、災害ボランティアセンターというところで、まあ、運営支援という形で入っていたんですが、まあ、そのボランティアさんたちいらっしゃる、はい、そのボランティアさんの人たちのいろんな気持ちをどれだけ地域の人たちに伝えられるかっていうところがミッションでした、はい、でその中でまあ現地も回るんですが、はい、とてもとても大変な環境だったんです、はい、でとても辛いところだったんですけど、それがまあ1年経ち、はい、まあまあ、熊本にはちょっと1年ぶりに行けるかなというところは、まあ、行けなかったんですが、はい、ただいろんな人たちの話を聞く限りでは、まだまだやることが多いよというところでした。やっぱりニュースでもその熊本地震から2年だったり、そういうニュースの時は実際に今熊本どういう状況なんだろうって皆さんも多分知ることができると思うんですけれども、はい、その実際に熊本地震が起きた、こうなんて言うんでしょう、もうその2年っていうのが過ぎてしまうと、また皆さん多分記憶から薄れてしまうと思うんですよ。そうですね、うん、でも実際にその熊本ではまだこう頑張って戦ってらっしゃる方々がいるっていうのは忘れないでいただきたいなとも思います。そうですね、はい、忘れないでもらいたいっていう気持ちは本当にあります、はい、で未だにですね、はい、やはり活動は皆さん続けてます、うん、はい、確かに去年朝倉の方でも大きな洪水があり、はい、そこでもまだ活動されている人たちもいます、はい、東日本もいますし、熊本県自身もやはりまだまだ被災されて辛い方で、それを支える人たち、はい、いろんな方々がまだ活動されているので、はい、皆様のお気持ちが、ね、届く、いろんな形があると思うんですが、はい、支援を続けていただけると嬉しいかなと思っております、はい、そのやっぱりそういったきっかけになるのがまたこの番組であっても欲しいですよね。そうですね、渋谷からもちろん防災のことも発信していきますが、そういった皆さんのこの気持ちというものも汲み取っていきたいなと、はい、この番組で思っております。はい、ということで、始まりました渋谷防災カフェ、この番組では皆さんからのメッセージもメールにて募集しております、はい、メールアドレスは、こちらに出ております info@shibuyacrossfm.jp まで、早川さんに質問したいことでしたりとか、本日のゲストさん宛てのメッセージなどなど、何でも構いませんのでお待ちしております。それでは、渋谷防災カフェオープニングナンバーはこの曲です。ミュージックビデオでご覧ください。時戸亜美さんで OK 防災。
それでは最初のコーナーに参りましょう。ぜんちゃんの防災ワンポイント講座。よいしょ。はい、第2回目でございます。このコーナーはですね、ぜんちゃんというニックネームでおなじみの、危機管理アドバイザーである私の目の前におります、はい、早川はじめさん、ぜんちゃんがこんな時どうすればいいのという私たちの防災に関する疑問にお答えいただくワンポイント講座となっております、はい、今回はどのような講座をしていただけるのでしょうか。はい、はい、まあ、あだ名がぜんというところで、はい、まあ、全く防災とは関係ないんですけど、まあ、ワンポイント講座、はい、これやるんですが、今日はですね、避難所に遊び場の設置が必要だということをマニュアルに載せようという、はいはい、ちょっと最近僕が頑張っている動きの話をさせていただけたらなと思います。もともとですね、避難所にですね、遊び場っていうのは、はい、まあ、3.11 以前はあまりなかったんですね。あ、でところが 3.11 の時に、はい、子ども支援も重要だろうというところでいろんな団体が入りました。でその時、まあ、前から、まあ、おぼろぎには分かっていたことが明確になってきたことがあるんです、はい、それはそれはですね、はい、子どもが避難所で、まあ、要は外で遊ぶところががれきがあるとか、はい、まあ、津波で流されるとかで遊びがなくなっちゃうんですけど、はい、そうなると子どもたちの中にいろんなふつふつとした、まあ、辛い気持ちが溜まってですね、はい、そうするととても悲しいことがよく起きるということが分かりました。でどんなことかっていうと、はい、まあ、そうですね、大人っていうのは疲れた時、はい、悲しい時、辛い時って言葉で話せるんですよ、うん、いや僕は地震が起きたからとか、はい、つまずいたから、怪我したから、こんな辛いことがあったんだよって。だけど子供ってなかなかそれをちゃんと伝えきれないです、はい、要はなぜかというと子どもっていうのは言葉の数が少ない、うん、はい、そして拙いということで、うん、なかなか人に伝えられない。でそうすると心に溜める、はい、でここからが重要なんですけど、はい、実は、うん、神戸の時に一番最初分かったんですけど、はい、被災した子どもたちが地震遊びっていうのをやったんです。地震遊び何なのか、はい、これ分かんないですよね。分かんないです。地震遊び、うん、地震遊びっていうのは何なのかというと、はいはい、まあ、いわゆる例えばコッパとかがれきとかを、はい、まあ、並べて町を作って、うん、学校を作るんですけど、はい、家を作って自分の町を作ってそれを揺らして壊すって遊びが流行ったんです、はい、でその時に大人は、はい、とても不謹慎だって言って怒ったんですね、うん、けど確かにそう見えます、はい、だけど子どもの目線でいくと実は子どもは何のためにしてるかって言ったら反芻するためなんです。地震が起きて崩れていった、で自分の置かれてる環境がよく分からなくてふつふつしてるもの、疲れとかいろんなものがある中をそうやって整理をしていく、遊びをしながら整理をしていくことが分かったんです。 それが 3.11 の時に、はい、今度は津波遊びっていうのが出てきたんです。津波遊び、はい、うん、それもまたこう同じように学校だったり建物を作ってですか。そうなんです。で僕週末にですね、実は子供と遊ぶプレイパークっていうのが、はい、プレイリーダーってやってるんですけど、はい、そこで実際にブルーシートを貸してくれて子供がいて、はい、まあ、穴を掘ってブルーシートを引いて、まあ、水を溜めて街を作ってブルーシートをえいってあげて、はい、津波をバシャーンって作ったりとか、でそれで街を壊すっていう作業をしたんです。でそれは東北でもそうなんですけど、実際に東京でも実はあったぐらいなんです。被災をしているのは現地の子ども以外にも実は東京でもそういうのがあった。それは心の被災ですよね、はい、要は実際に体験してなくてもやっぱり心のものっていうのはいろんなところで起きるというところなんです、はい、でその中で一番ひどいのがやっぱり被災された子どもたちなんです。でその中でやはり遊びがすぐ近くにある、そういうことを考えると避難所の中に遊び場があるといいよねっていうのがあったんですね、はい、でそこからこれを話し始めたんですけど、実はこの避難所で遊び場を作るともう一個重要なところが見えてきました。お、それはなぜか、何かっていうと、はい、実は子どもがね、遊びにそこの、まあ、じゃあ避難所の中だから安全だから遊びに行ってきなって出すと、はい、実は親御さんが楽になるってことが分かったんです。確かに
親も辛いんですよ。うん、親も辛い、子供も辛い。でそれがちょっと距離を空けるだけで、はい、お互いに楽になったりする時があるんですね。うん、で、やはり整理をする子どもで、その一人になる時間で大人も整理をする。で大人って結構疲れるんですよ。うん、本当に実は皆さん分かってないと思うんですけど、そういう被災した人っていうのは家族の安否もそうかもしれないんですけど、実は未来のこと、要は住むところとか仕事、はい、そういうふうなことでもどうしたらいいのか悩むんですよね。もう不安が尽きないですもんね。これからどうしていこうっていう、その不安の中どうしていこうかって時に遊び場が目の前にあって、はい、まあ、ちょっとだけ離れるだけでも楽になるんです。はい、でとても遊びは重要です。でそこで実は避難所にじゃあ、まあそういうふうな遊びを作ればいいよねって単純な答えでいくと、はい、実は世の中そうもいかないんです。だいたい分かってても、はい、子供っていつものことだしないがしろになっちゃうんですよね。はい、子供の遊び場なんてとりあえず大人がみんなねここに避難してここで生活しなきゃいけないんだから後回しだ後回しだってなっていくと、はい、実は遊び場ってなかなかできないんです。で教室1個もらうだけではなくて、はい、外にも実は作んなきゃいけないんです。なぜかっていうと先ほどの地震遊び、はい、なかなか室内だとできないです。津波遊びもそうですけど、外でアグレッシブに遊ぶことっていうのがとても重要になります。お外でしっかりと、はい、室内だけじゃなくて外で走る、はい、だって室内で走ったら怒られちゃいますよ ね、うん、そうですね。だって物も壊すし、うん、物は投げたらダメ。そうです、いろんな制限がかかっちゃいますもんね、中だと大人からの。そう、うん、その制限を外せる場所っていうのはやはり外しかないので、はい、そういう意味では避難所の中に遊び場っていうのは重要だよね、はい、でそしてしかもそれをマニュアルに書く、うん、マニュアルに遊び場の設置中も外もって一言書くと、はい、実はそれが作りやすいんです、うん、なぜかそれはマニュアル作る、あ、避難所を作るときにみんなマニュアルで作るからなんですよ、はい、マニュアルでやるってことは、はい、そこに書かれてないことはイメージで分かってても、はい、必要だと分かっててもダメなんです。なので一言書くだけで実はそれが設置しやすい、はい、で設置をすると大人も子供も楽になる、はい、そういうふうなところからですね、やはりこれはマニュアルに一つ書いてくださいっていうのを、はい、今いろんなところで話しています。高さんが、あ、善ちゃんが、善ちゃんが話してますよ。そうなんですね。いやでも確かに聞いてみてやっぱり子供ってその、まあ、その悲しい体験辛い体験っていうのを多分本当に消化できないと思うんですよ。でもそうやって地震遊びがあったりだったりとか、あとはその津波遊びっていうものができたことによって、それで改めてなんだかこう自分の中でしっかり消化初めてできるものなんじゃないかなって思うので、遊び場大事ですよね。そうなんです。考えたこともなかったです。いや避難所に重要なんです、うん、避難所に外にできるっていうのは、はい、よくある話なんですけど、はい、避難所の中にできるっていうのが重要です。中に、うん、だって親の要は、はい、目線のところにいるっていうのも親の安心になったりもしますからね、はい、確かに。いや本当にそのマニュアル化ぜひこの避難所に遊び場してほしいですね、はい、そうですね。一言も本当ね一行ないんでね、それを、ね、入れていただけるだけでね可能なので、それがあるといいかななんていうのを、はい、やはりちょっと思ってはいます。はい、この防災、あ、ワンポイントレッスン、はい、聞いた方ももしですね本当にこう共感した方いらっしゃったら、ぜひそういう声をもっともっと集めて広げていきたいですよね。そうですね、うん、市民活動もそうなんですけど、はい、実はこの間、はい、内閣府の方で軽くこうちょっと、はい、2時間軽くじゃないんですけど、はい、全然、はい、2時間軽くないですね話させていただいたんですけど、はい、そしたら結構好評だったので。あ、そうだったんですね。行政の人とか、結構、あ、これしなきゃいけないよねなんて言ってくださってるんです。はい、でまあよかったらね、まあ、行政の方、まあ、これ渋谷区どうでしょうかね、できた渋谷区も、はい、まあ、自治会の方から、言葉を上げてくれてもいいと思うんです、はいはい、そういうような形でですね、運営マニュアルに一言入れていただけると嬉しいかなと、うん、はい、
はい、やっぱりそのマニュアル通りじゃなくてその一つの工夫、まあ、もちろんその遊び場が、うん、マニュアルにもなってほしいんですけれども、マニュアルだけに書いてないことも工夫の一つとして、皆さん避難所、ね、作るときは皆さんの工夫が集まった避難所にもなってほしいなってすごい思いました。そうですね、うん、避難所はもう生活する場所なので、はいはい、工夫があるといいなと思います、はい、確かにいいこと言いますね。いや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 、さすがありがとうございます本日のその善ちゃんの防災ワンポイント講座は避難所に遊び場をということでしたね。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひこの共感した方いらっしゃったら皆さん声を上げてください、この後はゲストコーナー、あ、この渋谷防災カフェ初のゲストをお招きしますが、どんな方がいらっしゃるんですか。これがですね、はい、実は、あ、はい、名前言っちゃっていいのかな。大丈夫ですよ。あ、安藤リスさんっていう安藤リスさん、はいはい、安藤リスさんっていうのは芸名ですよ、本名じゃないですよ、はい、本名じゃない先ほど聞きましたよ俺は、はい、ドアの向こうで笑ってる可能性が高いですけど、はい、うん、アウトドアの、はい、まあ、を使った防災を伝える方なんですけど、ただ、はい、まあ、それがアウトドアだけではなくて、はい、うん、いろんな方々が、まあ、いろんな知識をこう、はい、なんていうのかな、持ってるんですけど、その中でも特筆してるっていうと、はい、まあ、アウトドアになるんですけど、まあ、いろんな知識があるので、もうそれに縛られない、本当に防災の専門家として、はい、僕は尊敬する一人にです。初めてのゲストとして、はい、でお招きしたんですね、はい、そのゲストの方は、はい、実は、まあ、あのリスさんというからには女性の方なんですけど、うん、はい、そのお母さんとか、うん、まあ、その乳児を持つお母さんもそうですけど、はい、いろんな人たちの目線を本当に大切に伝えている方なので、うん、はい、あの今回はその話を聞かせていただける貴重な時間になると思いますので、はい、この後のゲストコーナーもぜひ皆さんお見逃しなくですね、はい、はい、それではそのゲストコーナーの前に本日の2曲目お聴きください。津村優香さんで永遠の雨と君。土砂降りの雨
毎月第2水曜日15時からお届けしております渋谷防災カフェ、ここからはゲストコーナーです。本日のゲストはアウトドア防災ガイドの安藤理さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早川さんの、はい、もう大尊敬する、いや恥ずかしい、理さんとお呼びしてよろしいんですかね。はい、大丈夫です。理さんということで、そうですよ、はい、初回のゲスト来ていただきました。お願いいたします、はい、でここでですね、私から安藤理さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います。はい、安藤理さんは阪神淡路大震災の被災体験とアウトドアの知識を生かし、2003年より全国で講演活動を展開されております。とりわけ子育てグッズと防災グッズをイコールにしてしまうアウトドア流の実践的な内容が好評です。当時誰も提唱していなかった、現在では当たり前になっている毎日使うバッグを防災仕様にというアイデアも提案されたのがリスさんということで、はい、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。でこちらにも書いてありますけれども、子育てグッズと防災グッズイコールにしてしまうのがアウトドア流なんですか。そうですね、アウトドアというのは、はい、自然と共に生きる知恵なんですね。なのでその知恵を生活に取り入れてしまえば、はい、それがそのまま防災になるので、はい、苦労せずにそのまま防災になるっていうような、手抜きの防災、手抜きの防災しっかり防災備えるではなくて、やっぱもう日常から、そうですね、日常から楽に楽しく取り入れやすくっていうことを提案してます。でも確かに人間の心理としてやらなきゃやらなきゃって思うとやりたくなくなるじゃないですか。そうですね、でもあ楽しいと思えば、はい、楽だしって思っちゃえばやろうと思いますもんね。そうですね、クライミングのテクニックで、はい、今すぐ例えば洪水などの時に、はい、高いところに手が届く技なんかをお伝えしてるんですけれども、それはお伝えすると、はい、すぐ皆さん、はい、人に伝えたくなるので実践してくださいますね。ぜひそれを今、それは知りたいかも、ね、この場でも知りたいです、はい、まず、はい、高いところに手を伸ばす時に、はい、普通にはいって手を伸ばしてみていただけます。片方の手でいいです。でその手は比べるためにその位置に置いといていただいて、はい、反対側の手は横から円を描くように上げていただくと、そっちの手の方が長くなるんですね。本当だ皆さん変わらない方がいたら肩が凝ってるのでマッサージしてもらったりとか必要なんですけど、わかりますか皆さん、これですよ、これ、はい、垂直にこのまま伸ばしてる手と横から上げてる手、明らかに長いですね。違う、でこう上げると肩の骨で手は止まってしまうんですが、横から上げるともう本当に関節ごと手を上に上げてるので、クライミングしてる人見ていただいたらこうなってるし、あと動物園のお猿さんも絶対こうやって上げてるのはこの方がより高いところに手が届くから、でこれを知ってると、まあ、何かに上に登った時に助かるなんていう時にも役立つので、はい、ちょっと楽しい、楽しい楽しいですね。すごいですよ、今向こうにガラスがあるんですけど、はい、そのガラス越しに、はい、スタッフさんもそうやってましたね。やってましたね誰も手軽に楽しくできちゃう。そうですね、それがやっぱりアウトドアの良さですね。良さ、はい、確かにそのアウトアウトドアと防災ってすごいかけ離れてるかなと思ったんですけれども、やっぱりアウトドアっていうのはね、自然と共に生きていく、はい、知恵、知恵ですたくさん詰まってるってことですもんね、はい、ぜひ皆さんもちょっと高いところこう避難するときは、はい、ぜひこれちなみに何か名前とかありますか、技的な。勝手につけた技なんで、オランウータンの技みたいな、オランウータンの技オランウータン、ぜひこういうやつだ実践してみていただきたいと思います。はいはい、ということで本当にその安藤理さんは全国いろんなところで、しかも年間100回以上も講演活動されて、すごいですよ、すごいですよね。ありがとうございます。実際にその講演の内容というものは、はい、やっぱりこう対象の方というかターゲットに分けてされてるんですか。そうですね、依頼される内容にもよるんですが、はい、子育て世代の方向けに講演したのが最初なので、なのでそれが基本的に多いですね。子育て世代の方々、はい、やっぱり安藤さんご自身も
お子さん、お母さんでいらっしゃるからこそ、そうですね、はい、そうですね、子どもの成長に合わせて、うん、はい、あのだんだん内容も変わってきたりしてますね。はい、先ほどやっぱり前ちゃんの防災ワンポイント講座でもやっぱり子どものために、まあ、もちろん大人のためでもありますけれども、避難所に遊び場をということを言ってらっしゃいましたけれども、うんうん、やっぱりその子ども防災でちょっとやっぱりまた複雑というか難しいことがあったりも、そうですね、あの、うん、先ほどあった、はい、子どもたちに避難所に遊び場をっていうのは、うん、本当に遊べる子どもたちにとっては、はい、すごく大切なニーズですけど、はい、例えば乳幼児を連れてる親子にとっては、うん、あの抱っこされたままの赤ちゃん遊びませんから一人では。そうですよね。逆に目が離せないですもんね。そうですね。で、うん、そういった赤ちゃんどうすれば安心かといえば、やっぱり抱っこされたりおんぶされたり、はい、肌に触れ合ってると落ち着くっていうことがあったり、あと、やっぱりお父さんお母さんが安心安全じゃないと子供に当たってしまうようになったりするので、お父さんお母さんのケアをしなきゃいけないって言われてますね。そうですね、はい、双方にその赤ちゃんもそうですけれども保護者の方々、そうです、はい、両同時にケアしていかなきゃいけない。そうですね、赤ちゃんをケアするためにはあのお父さんお母さんを大事にする、はい、っていうことですね。さすがです。そうですよね、わ、はい、かります。うん、やっぱりその子育て世代にだからこそそういった講座講演をされている、はい、そうですね、はい、うん、でやっぱりその私も、まあ、後に多分お母さんになると思うんですけれども個人的になんか 私もそうなんで、もちろん女性の皆さんにですね、はい、何かこの場でこう教えていただけることって何かありますか。はい、東日本大震災直後にすごく言われるようになったのは、はい、例えばあの普段から子育て中の方って、はい、あのいろいろ周りから言われすぎてしんどくなってるところがあるんですね。例えば、母乳をあげてる人には、はい、ちょミルク足さなくていいのとか言われちゃったり、逆にミルクの方は母乳の方がいいんじゃないのみたいに言われちゃったり、普段やってないことを言われるとすごくしんどくなってしまうっていうのがあるんですが、災害時それをされてしまうともっとしんどくなっちゃうっていうのがあるんですね。なので普段その人がやってることを周りが支援してあげるっていうのが、とても優しいものになるって言われてるんです。そのミルクの問題ってなると、はい、確かにそれぞれじゃないですか。赤ちゃんでも母乳飲んでくれない子には、はい、そういった作ったミルクを飲ませたりもしますし、はい、ですよね。そうですね、うん、なので、ミルクの子育てをしている方にはそれがうまくいくように、はい、ちゃんとミルク備蓄しといてねっていうふうに言って、はい、あの哺乳瓶とか、ミルクを、ね、備蓄するようにお勧めしたらいいんですが、逆に母乳の方に、はい、あのミルクを勧めてしまうと、ミルクをあげることによって母乳が止まってしまうっていう現象があるんですね。そうするとあのいくら備蓄しても足りなくなってしまうので、はい、母乳の人には母乳が、はい、育児が継続できるよっていうことを教えてあげて、はい、避難所の中に授乳室を作るとかテントとか張って、はい、あの授乳しやすい雰囲気で、周りの人がいない場所で授乳できるっていうことを作るのが大事って言われてますね。はい、そのやっぱり作ったミルクに、まあ、母乳をあげてる方が変えちゃうと母乳止まってしまう。そうですね、飲み方が違ったりするので、あの違うものに変えてしまうとお互いストレスも溜まったりして、止まってしまうっていうことがあります。なんかそれがやっぱり命の生命の不思議といいますか。そうですね、はい、でそれとあと東日本大震災後は、はい、あの母乳をあげてる人には母乳が続けられるよっていうことを、あの医師会とか、はい、それとか助産師会とか、はい、そういったサイトでいっぱい書かれてたんですが、あのちょっと時間が経つと母乳は災害時止まってしまうことがあるから、はい、あの母乳の人もミルクをあげてみたいな情報が一人歩くしてしまってるところがあるんですね。で、それについては、はい、あのそれも医師会とか助産師会とか、WHO まで書いてあったりするんですが、あの国際的、そう、実はあの野生動物に襲われそうになった時に、はい、
一時的に母乳を止めて、そして逃げて、逃げたところで再会できるように、一時的に止まる現象はあるんだけど、動物的な、そう、知らない、だけど後から絶対出るようにならないと親子にとって困るから、はい、確かに確かに、ね、だから上げ続けてても出るよっていうのが言われてるんですけど、はい、ちょっとそこ止まっちゃうみたいな、止まるから備蓄をみたいな情報が一人歩きしちゃってるところはあるのかなって思ってます。でもちゃんと、まあ、止まっちゃったとしても出るんですもんね。そうですね、上げ続けてあげることとか、さっき言ったみたいに避難所を整えてあげるっていうことですね。で安全で安心の場所を親に届けてあげることで、母乳もうまく継続して、東日本大震災はそれで乗り切ったみたいなのがありますので、ちょっとこれは止まっちゃうよだけ言うんじゃなくて、止まっても大丈夫だよって、はい、ちゃんと安心な場所を私たちは提供してあげられるよっていうような情報を、はい、逆に伝えてほしいなと思ってます。その避難所もやっぱり非日常になってしまって、どうしてもこういつもとは違うからっていうのありますけれども、ね、はい、だからそう避難所ではしっかりとこうリラックスできて落ち着ける空間っていうものも、はいはい、もう提供できる場所であるべき。そうですね、ですね、はい、文京区には母子専用の避難所っていうのがあったりするんですね。文京区、はい、なので渋谷区も、はいはい、ぜひ。そうですよ ね、 すよね、はい、文京区ってそんな進んでるんですね。うん、まあそれはその地域によってどこの分野が進んでるかは違うんですけど、はい、一つやどこかの行政がやれば他も真似しやすいかと思うので、う、皆さん進んでいただければいいかなと。本当にその赤ちゃんと防災について今お話しいただいたんですけれども、実は私そのリスさんにお会いする前にこちらの本を読ませていただきました、うん、こちらの本はそのアウトドア防災ガイドの安藤リスさん書かれておりますリスの式だより、はい、でこちらの本を実際にリスさん書かれていて、はい、もうこちら読ませていただいたんですけれども、そのやっぱり式だよりということで、まあ、春夏秋冬、はい、その日本独特の、四季季節に分かれて全4章になっているんですけれども、本当にもう実践的で具体的な内容も書かれていれば、まあ、先ほどもおっしゃったようにアウトドア の、はい、その自然と共に生きる知恵からっていうことも書いてあったりして、はい、とても分かりやすかったです、はい、でこの中からもちょっといくつかちょっと質問したいなと思うんですけれども、質問、そうですね、その実際にこの夏のところで川遊びのこと書いてありますよね、はいはい、でこの川遊びというのはやっぱり夏は海でも遊ぶ方いらっしゃると思うんですけれども、海と川、海と川ではやっぱりまた違ってくる。そうですね、はい、なんとなく水辺の対策だと全部一緒かなって思ってしまうと、ちょっと自然に対する対応では甘くなっちゃうんですね。確かに特に川の方が真水なので海よりもそもそも軽いんです。でしかも川の中には空気の泡がいっぱい入ってるとこありますよね、滝壺とか。ああ、はい、あのように空気の泡がいっぱい入ってるところというのは真水よりも空気によってもっと水が軽くなるんです。へ、軽い水ってイメージできますか？軽い水って何だろう。なんか、ね、そんなに重たい水っていうのもちょっとイメージあれなんですけど、海水だったら海水が重たい、水が入ってるので、要はミネラルが人は、うん、浮かぶんですね。だけど真水はそもそも浮かびにくいのに、空気の泡がいっぱいだともっと浮かびにくくなって、空気がいっぱいのところでは泳ぎがうまくても人は沈んじゃうんですね、はい、あ、昔映画でありました、ありました、なんかね、うん、こう船に攻撃するって言って、こう深海から空気を送り込んで沈めるみたいな、沈めるっていう、あ、その現象がそうですね、きっと滝壺で起きるんですね。あ、そうなんで、滝壺とか、あと人工物で の、 死亡事故が非常に多いんですね、はい、園庭になってるとか、それとか橋桁のところ、はい、ああいったところとか割と空気の泡が、ね、混ざって混ざってしまうので、そして人が浮きにくくなるのと、ぐるぐる洗濯機みたいに回る渦ができていたりするので、そこにいるとライフジャケットのような浮力がなければ、はい、絶対に人が沈むんですね。そうなんだ。
なので川に行くときはもうシートベルトと同じだと思ってライフジャケットは絶対つけてほしいと思ってます、はい、あとこちらの本にも書かれてますけど川遊びでビーチサンダルは厳禁。あ、そうですね、はい、あの脱げちゃうので、はい、確かに流されちゃいますもんね普通に。で川の事故でとても多いのは、はい、何か流れていったものを脱げた靴とかを取りに行こうとして深めにはまっちゃったっていうことが多いので、はい、脱げない靴を履いておくっていうことがとても大事になります。でやっぱりこのやっぱりアウトドアの観点から言うと川遊びですけれども、はい、これはやっぱり洪水だったりとか、はいはい、そういった大雨の災害の時にも活かせる内容、ね、はいはい、そうですね。例えばあの、洪水の時マンホールの蓋とか開いちゃって、はい、スポッと入っちゃうみたいなことがあったりするんですが、はい、その時に、まあ、そもそも膝より下でないと逃げられません、はい、それから水の流れって流れの速さが3倍になるとかかる力は9倍になるんですね。2乗で計算するので、はい、なので見た目よりすごい力なので、うん、流れが速かったらどんなに膝より下でもそもそも外出ちゃダメです、はい、で出てもいいのは流れがなくって膝より下の時だけですけど、それでもマンホールの蓋にはまっちゃうことがあるので、なのでちょっと小さいお子さんは、まあ、ライフジャケットをいつも持ってるんだったらそれつけて避難もできるかもとか、はい、あともう抱っこやおんぶの軽いやり方もお伝えしているので、う、はい、そう言って、抱っこやおんぶで逃げてくださいっていうことを話しています。そうか、小さい子供、大人の膝より下っていうことは子供の場合だったら腰ぐらいになっちゃうから、もう軽くいきますので、基準にするのは大人基準じゃなくて、歩くんだったらそのお子さん基準で膝より下です。要は一番体力がないとか小さい人基準で、そうです、外でその子を歩かせるんであればじゃないと、もうあの膝より上になった途端、膝が曲げられないと水の中では身動き取れないんですね。で簡単に体ごと持っていかれます。あ、そういう時にはおんぶと抱っこってことはそこから上に上げて、そうです、はい、行く、はいはい、なるほど、重要ですよね。重要ですね。おんぶと抱っこか、結構大変ですよね。あの両手で要は持ち上げて肩車とか、はい、そうすると両手使えるかな、はい、そういったこともできますし、あと、まあ、あの肩に紐を斜め掛けにして、うん、ちょっとスリング状態にして抱っこするっていうこともできますし、はい、スリング、はい、斜めに掛けてる、布の方がいいですか、それでもロープでもいいですか。ロープ、あの抱っこされると痛いんです。やっぱ痛いですよね。あの布だと、あの綿で支えるので、はい、楽なんです。じゃあさらしとかがいいんですかね。そうですね、あの、まあ、さらし持ってたらさらしでもいいですし、スリングにするならさらしの長さがなくても、うん、あの普通に、長めのショールみたいなものでもいけます。はい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 、はい、それスカーフじゃん、厳しいか。スカーフはものによるんですけど。ショールってごめんなさい、なんかこうマフラーのすごい分厚いっていうか太いやつを刺すんでしたっけ。マフラーの太めのやつみたいな。すみません、男子そういうの分かんないですよ。とにかくあのバスタオルだと小さい、セールよりもちょっと大きめの感じで、でバスタオルのように太めの布だと縛りにくいので、キュッと縛れるような。じゃあある程度薄さも重要だったし、はい、でも薄すぎて破れるような素材は怖いので、あの、であと伸びる素材だと抱っこするとビヨンとなって重くなるです、重心が下がるから。ストッキングで抱っこするなんて人もいるんですが、ストッキングで抱っこするとすごい下がってくるからすごく重たいんです。はじゃあショールぐらいがいいんですね。そうですね。あ、じゃあ僕お祭りに、はい、お祭り、お祭りでよく担ぐんですけど、へこ帯っていうちょっとね、あ、帯、あの、はいはいはい、腰に僕たち巻いて担ぐんです。ジャストサイズなんです。あれがいいんですか。男性のへこ帯っていう昔の帯の長さというのはだいたい 4,5 メーターあるんですけども、あ、ありますありますね、はい、それは昔から、赤ちゃんおんぶや抱っこするのに使われてました。へ使えます ね、 すね、夏だけじゃない、あの、まあ、夏ですけど、いや実は冬にあれ時々ねマフラーがいてでもおしゃれなので、そうなんですよ、しかもあのシルクという素材を使ってたりすると、シルクっていうのは夏暑い時にもあの、自分の体温以上の体温を放出して、でひんやりしてるけど体を冷やさない素材なんです。だから夏でも冬でも結構役に立つ素材なので。そうなんですね。
はい、そんないいへこぶいを持ってたらぜひあのおじいちゃんおばあちゃんからももらって災害時に生かすし、はい、マフラーにもするみたいな、ね、じゃああとみこし担ぐ人がいたら周りにいたらちょっと一本よこせとそうですね、あった方がいいそう、それこそあの今抱っこの話出ましたけど、この本ではあのずっと抱っこしちゃうとこう腱鞘炎になっちゃうから、はいはいはい、楽な抱っこの方法こうですよね。そうですね、あの古武術の技っていうのをあのお伝えしてお聞きしたんですけれども、はい、狐の手にまずするんです、はい、そうすると手に力が入らないから、うん、あの体幹の力を使えるようになるんですね、うん、それでお子さんのちょっとこれだと分かりにくいですけど、はい、お尻の下の方と背中のあたりにこういうふうに赤ちゃんを抱っこしていただくと、はい、楽になる。手の力を使わないから手のひらをこうやってやるのを逆にするってこと。そうですね、こうやってやっちゃうと、ね、手のひらが上だと手の力を使っちゃうんです。でも手の甲が上だと手に力入れないんです。そうすると体幹で抱っこしてるから軽いんです。でもこうしてる人はちょっと変な人なので、確かに今これ外から見られたら変な感じですよ。見てない見てない。なので、手首だけ返すと普通に抱っこしてるようで軽くなる。あ、見た目も普通なんだけど手はの力使わないから腱鞘炎にならなくて、普段から軽いと災害時も軽くってことですね。最初にこうやってその後手首返すっていう、手首だけ返す。最初にこうやって手首だけ返す、体幹を使ってる状態で手首で返すっていうことですね。納得しました。あと抱っこした時にあのお子さんの肛門のあたりが自分のおへその上に来るように足でこう挟ませてから起こしてあげるとちょうど足が開くの で、うん、で開いた足で子供が挟んでくれるともっと軽くなるんです。おんぶした時も子供が自分でギュッと肩の方で持ってくれると、うん、あの重心が上がるし、うん、軽くなるんです。だけど子供がこう脱力してるとあの倒れてる人を抱っこするの重たいように重たくなっちゃうんです、うん、だから抱っこやおんぶはパパやママだけが頑張らず、うん、子供も鍛えないとっていうことを言われてます、うん、双方の協力っていうのはそういう意味もあるわけですね。なのでされ慣れてると普段からそういう軽い抱っこやおんぶができてると、はい、あの災害時にも親子の協力で軽く素早く逃げられるってことになりますよね。すごい。そういったことも本当に幅広く書かれてるんですけれども、はい、もちろん実生活でも使えますし、そういった災害時にも使えるような内容が本当にこの本たっぷり書いてあるんですよね。素晴らしい本です。はい、ありがとうございます。俺ね、実はちょっとさ、この本とは違うところで、はい、さっき気になったところがあるんです、はいはい、すいません、ね、乳児のやつなんですけど、さっきのこう、なんていうのかな、その赤ちゃんにおっぱいあげるとか、はい、そういうような話があったんですけど、災害時にこの間ね講演した時にやっぱ質問もあったんですけど、はい、哺乳瓶とか、はい、そういう風なのってちょっとどうなのかなっていうところで、だって哺乳瓶って高いでしょ、うんうんうん、で洗うって言っても、まあ、水で洗っていいわけじゃないらしいじゃないですか。けどもね、僕ね答えきれなかったんで、はいはい、その場合どうなのかなっていうところ、はい、まあ、杯菌という特殊な菌が80度以上で熱しないとダメだっていうようなのがあって、だから哺乳瓶煮沸消毒が必要だったりするんですね。で使い捨ても出てくるし、はい、液体ミルクとかも出てきますが、まあ、値段はそこそこします。備蓄で大変っていうのがあります。なのでこれは先ほどの助産師会とか医師会などでも紹介されているのが、はい、紙コップによるミルクをあげるっていう方法があります。先っちょの柔らかいのじゃなくてもあ、そうです。哺乳瓶がなくても生後1週間の赤ちゃんぐらいでも、はい、おっぱい飲むみたいに紙コップから、上手じゃないんですけど飲むことができるんです。へえ、紙コップで代用ができるんですね。できます。そしたら安いので、ね、確かに確かに。でそれ素晴らしい。そんなことがホームページっていうかインターネットでもいろいろ出てますし、はい、これは佐久市というところの医師会が出してるアプリになったりしてる。佐久市は何県ですか？長野県です。長野県佐久市、はい、っていうところを出してる医師会の方が出したこの病気のお手当なんかのところとがバーッと出てるんですね。赤ちゃんの教えてドクターっていう、そう、中耳炎になったりとか今問題になってるはしかになったらとか、どうする、いつ受診するとかいうことと一緒に防災情報も載ってて、で紙コップによる授乳っていうのもイラストでこちらに書いてあるんですね。すごく分かりやすく、
あのリッサの書いてるリなんだっけ、危機管理 .com じゃ、ね、リスク対策 .com リスク対策 .com でも連載の中に紹介してますよね。紹介してます、はいはい、ここでこのサイトにも飛べるようになってます、はい、こんな風にやれば飲めるよっていうやり方。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当にお時間があっという間で、もうたくさんお話聞きたいことたくさんあったんですけれども、はい、もっとあの防災に対する知識つけたい方は実際にその先ほども言いましたリスク対策 .com で安藤リスさんが実際に記事を書かれたりとか、はい、あとは講演も聞きたいよっていう方は、はい、安藤リスさんのホームページから情報チェックしていただければいいですかね、はいはい、ぜひ安藤リス全部ひらがなですね、はい、で検索してみてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後にぜひリスナーの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、もう防災って特別なことだと思わずに、はい、ぜひ日常生活に意識しないで取り入れていただければと思います、はい、今日は雨がちらほら降ってますが、雨が降った時に雨に上手に濡れない格好をしていると災害時にも楽になるので、そんなことも取り入れていただければと思います。こちらの本もぜひ合わせて読んでいただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストはアウトドア防災ガイドの安藤理さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで来月の、放送は6月13日の水曜日になりますね。そうですね、はい、13日の水曜日、金曜日じゃない、水曜日にお会いいたしましょう。お願いします。最後にですね、まあ、50年に一度100年に一度の災害は毎年やってきます。なので、皆さんで防災を学びですね、そしてその災害に対してどう向き合っていくか考えていきましょうということで、今回はこれで、終わりにしたいかなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ最後柱に向かってバイバーイ。ありがとうございます。どうも。